LM はトヨタ自動車が展開する高級車、ブランドレクサスが中国大陸、香港、マカオ、台湾、東南アジア、およびインド向けに販売している大型 LL クラスの4.7人乗りミニバン型高級乗用車である。製造はトヨタ車大鍋工場が担当している。日本では未発売だが一部のディーラーから逆輸入することで台湾モデルを購入できる。 LM350 レクサス発のミニバンであり、セダンの LS、クーペの LC、SUV の LX、ヨットのリーに次ぐ5番目のフラッグシップモデルでもある。トヨタブランドから発売されているアルファード、ベルファイアとボディシェルを含めたプラットフォームとエンジンミッションを共有する兄弟車種であるが、細部にわたる設計や品質は、吸音材の違いによる静粛性の際や、 内外装の製造基準など全般においてレクサスシャタル LM の方が高い。現在中国では LM300H の7人乗りと4人乗りの2グレード構成で販売されている。両車の外観に差はなく内装によって差別化されている。アルファード、ベルファイアのエグゼクティブラウンジに相当する装備を持ったグレード。2プラス2プラス3の7人乗り。 価格は116万6000円。アルファード、ベルファイアのモデリスタコンプリート車、ロイヤルラウンジに相当する装備を持ったグレード。しかし、ロイヤルラウンジの液晶ディスプレイ24インチに対してこちらは26インチであり、専用設計となっている。2プラス2の4人乗りで、7人乗りグレードとの大きな違いは、前後席間にパーテーションが装備されている点である。また、 パーテーションには先日の液晶ディスプレイや前後席連絡用の窓、サウンドシステムなどが装備されている。前後席連絡用の窓はスイッチ操作でスモークをかけることができるほか、開閉できる。価格は146万6千円。ありがとうございます。